こんにちは、シーバードです。今回は DOD のアメリカンメタルをご紹介させていただきます。アメリカンメタルって聞いたことあるようでちょっと聞き慣れないようなネーミングだと思うんですけれども、アメリカンロックとかあとヘビーメタルとか、まあそういったことはですねよく耳にしますが、アメリカンメタル何気にちょっとね想像がつかなかったんですよね。どんな音がするのかなというのが気になって、今回千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。アメリカンロックとヘビーメタル、まあそれを合わせたような感じなんでしょうかね。でこの DOD なんですけれども、90年代はですねフェルナンデスが販売代理店を行っていたので、結構日本の楽器屋さんにも並んでたんですけれども、最近は見ないですね。有名どころだとイングウェイがですね DOD の歪みを使っていたということで、当時はイングウェイ好きの人にはですね結構使用されてましたね。ではつまみを見ていきます。左からレベル、プレゼンス、ディストーションというふうに非常にシンプルです。まあ、EQ というよりはプレゼンスということで、まあ、ハイをですね調整するようなつまみになっていて、でこれはディストーション、歪みを調整するつまみなんですけれども、弾いてびっくり、このディストーションですね、ここら辺りから上げていってもあんまり歪み度が変わらないという風な感じで結構驚きましたね。なので出せる音の幅、出せるジャンルの幅はめちゃめちゃ狭いです。ある特定のジャンルとか、それが好きな人にとっては非常にいいのかもしれないんですけれども、かなり狭い世界で使われるようなエフェクターかなというふうな印象を受けました。あと90年代の DOD はですねアダプターが違うんですよ。通常のボスのやつとかに挿すよりも全然小さくて、専用の変換アダプターが必要です。まあ、そういったこともあってね、なかなか浸透しなかったのかなというふうな感じがします。ではでは音を聞いていただきましょう。今回はギブソンレスポールスタンダードで鳴らしていきたいと思います。